GCG アジアのオーストラリアオフィスってどこにありますか？はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今回はですね、FX の、ブロカーを強化しているウィキ FX っていうサイトを見つけました。で、その中で GCG アジアについて、レポートがね、まとめてありますので、GCG アジアこれから投資される方、投資しようと考えている方に、参考になるかなと思って紹介します。で、このウィキ FX っていうサイト、どういうものかっていうと、これウィキ FX のそのサイトに書いてある、ページなんですけれども、ウィキ FX とは、買いため取引プラットフォームの正規性、合法性、真実性の検索ができる第三者プラットフォームですということでですね、多分どっか民間の、団体なのか、企業なのかが、FX 業者の、まとめサイトですね、評価まとめサイトを作って、運営していると。で、多分、収益は多分広告とかアプリをダウンロードして、多分アプリに広告バナーを出して、それで、収益を得ているっていうモデルかななんて思います。で、結構この情報、どこまで信じれるのかっていうのはあるんですけれども、一応参考にはなるかなということで、はい。で、いきなりこのページ見てもいけるかとかわからないので、まずどうやっていくかっていうと、ここで Google でね、Wiki FX と入れて検索すると、多分一番上か、このどっちも同じサイトだと思いますけど、一番上のサイトをアクセスしてもらって、で、こういう、WikiFX のページに飛んで、で、ここでその会社名検索できるので、GCG アジアと入れて検索しますと。で、ここに出てきましたと。ブラックプラットフォームなんて書いてますね。はい。ということで、こういう感じで、で、オフィシャルウェブサイトだったりとかですね。ちょっとこのブラックプラットフォームっていうスタンプがもう貼られてるんですけれども、これがなんかその10点中、1.62 っていう評価なんで、かなり低い評価がされてるんですけれども、詳細をちょっとね、この画面、ご覧いただいて、いろいろ、ちょっともともと、これ、中国語なんですかね、それを無理やり日本語にしてるんで、日本語がちょっと変な感じはするんですけれども、いろいろリスクがありますよと。まずこの WikiFX のブラックプラットフォームに入ってますよとか、直近3ヶ月以内にクレームが14個ありましたとか、で、このオーストラリア ASIC のなんか、ライセンスの絡みがちょっと怪しいっていう情報が、結構出てるので、この辺の情報がかなりランクを低く、評価点を低くしているところかなと。で、面白いのがですね、昨日ですかね、昨日か今日ですね、こういう記事が上がってました。Visit to GCG in Australia not found ということで、ちょっとこちらのページを見てみましょう。はい。ということで、こういう感じで、実態調査をしているみたいですね。で、GCG アジア、GCG のオーストラリアに行ってみたんだけど、見つかりませんでしたっていう記事で、で、残念ながらちょっとここ、Google 翻訳かからなかったので、手動でね、翻訳していきたいと思います。はい。で、WikiFX はオーストラリアで GCG の現地調査を求める投資家からの電話を受けましたと。投資家から依頼があったと。で、調査チームはその場で GCG を訪問する予定ですと。で、ビルディングサーベイということでね。情報によると、オーストラリアの GCG の会社の住所は、
レベル 4T のうなになになになっていうところですと。ここに行ってきたんでしょうね。で、ここが多分その住所のところの写真なんですかね。で、そこの通りに到着した私たちの調査スタッフは、ワンインターナショナルトゥルタワーズという豪華な建物を見ましたと。ここに入ってるっていうことですね。このインターナショナルタワーに入ってるらしいですね。で、ここが、その住所のレベル40っていうところの、まあ、多分会社のマップなんでしょうけど、ここに、その会社があったのかどうかと。建物に入ると、私たちの調査スタッフはエレベーターで建物のディレクトリーを見ました。私たちの調査スタッフは GCG を数回検索しましたが、結果が得られませんでした。さらに調査するために、私たちの調査ではフロントのスタッフに尋ね、このビルには GCG のオフィスがないと言われましたと。EKFX 調査チームによるこの実地調査を通して、我々はオーストラリアに GCG の事務所が存在しないと結論付けました。GCG、ASIC が発行したいわゆる GCG のライセンスはクローンライセンスであることが分かりました。ここで EKFX は確かに GCG の EKFX に対する低得点には注意を払い、リスクに注意を払うように注意を動く。促しますということでですね。はい。ですね。という感じで、この WikiFX っていうところが、投資家の依頼を受けて、住所、オーストラリアの住所を確認しに行ったら、そこには、オフィスがありませんでしたという、レポート記事がですね、昨日ですかね、これ。そうですね。あ、おとといか。6月18日にアップされていました。ということで、この記事ね、ぜひ、Google 検索して、見ていただきたいんですけど、まあ、そういった情報が、まあ、載ってましたよ、ということでですね、かなり、ね、GCG アジア、最近よく、Twitter とか、あと、ね、インターネット、ブログとかでも、結構出てきて盛り上がってるようなので、はい。ね、誘われた方とか、ちょっとどうしようかなとか迷ってる方は、まあ、こういうところを参考にしながら、まあ、ご自身の判断でね、投資していただければと思います。はい。ということで、ね、オーストラリアのオフィスが、なかったらしいという情報は、ここで、発見しましたので、皆さんに共有しました。はい。